明けましておめでとうございます。パラレル中古です。今日は亡き母が魔除けのために植えていた赤い南天の実がたくさんなっていたので、母と一緒に新年の締め縄ならぬ魔除けのリースとユールゴートを締め上げて新しい年を迎えたいと思います。今日まず作っていくユールゴートは、北欧ユールの伝統的なシンボル、赤いリボンで結ばれた装飾的なヤギ。ユールゴートは豊富な収穫が来ることを約束する魔法の特性を持った目に見えない精霊です。ユールゴートの起源はもともと古代のゲルマン異教ペーガンのお祭りです。このイベントは太陽が毎年恒例のヤギ座の星座に再び入ることを明確に示していて、北欧の神ニオルド、または土星に敬意を表して子ヤギの犠牲が行われました。ヤギ座の名前のコナスは、豊富な収穫が来ることを約束するコルヌコピア、または豊穣の角を指します。収穫時に束ねられた最後の穀物の束は魔法の特性を持っていると信じられていて、豊かな実りを運んでくるユールゴートは農業と豊穣の神としてユールのお祝いに飾られます。日本でも伝統的なクラフトとしてお正月にはバラを使った締め縄飾りを玄関に飾りますが、締め縄は神様が降りた神聖な場所を示すもの、聖域と現世との境界線、結界という意味です。悪霊は入れないとされていて、魔除けの役割もあります。年の終わりと始まり、新しい一年を迎えるためのユールのウィッチクラフトは自然と気持ちも新たに、自分の意識も外側に向いてきた感覚があるので、今年はワークショップや対談などリアルな現実で表に出ていく機会を増やしていこう。たくさんの人と触れ合い、刺激を受け、さらなる進化を遂げられるよう、このタイミングで出会う人たちとのつながりや続くご縁、広がる場を大切に育てていきたい。昨年様子を見ながら少しずつ育ててきた YouTube も、今年は徐々に魔女レベルをアップしていこう。ついでにサバイバル地球子のギアチェンジも加速して、魔女だけじゃない、子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんもどんな人でも楽しめる隔たりなき魔女のよりカオスなコンテンツにしていこう。ワクワクの既視感、きっと面白い世界が待ってる。私は風の星、自由と革命の水瓶座なので、だからこそ今年の始まりのウィッチクラフトは地の性質を持つユールゴートにしました。魔女らしく思い切り人間の豊かさを楽しもう。2023年の終わり頃、自分がどうなっているか、新たな楽しみもできました。新しい年も豊かな実りの一年となるよう、願いを込めたユールゴート、赤いリボンで装飾したら長さを揃えます。余分なリボンもカットします。最後に尻尾にリボンを編み込んでいきます。豊かな実りを運んでくる北欧ユールの伝統的なシンボル、ユールゴートの完成です。
次は針葉樹の杉の葉をリースに縛り上げていきます。リースが完成したら、縛り上げた釣り糸にリボンを結びつけていきます。魔除けの五芒星を描くように。ベースは完成。お母さんが大切に育てていた魔除けの南天の実を装飾していきます。母が亡くなった後も毎年綺麗な実をつける南天の木。思いはこうやって生き続けていく。悲しい出来事から何年経ったかな。思い出してたまに泣いちゃう時もあるけど、毎年変わらず可愛らしい赤い実をつける。お母さんと一緒に作ってるみたい。あの世とこの世の境界線、私たちには関係ないね。母と私のダブル魔除けリース完成。しめ縄みたいに玄関に飾るよ。今日は私のニューイヤーズレゾリューションをここに宣言しました。自然と共存する魔女の季節を感じるサバとは、日常で見落としがちな本当の豊かさに気づかせてくれる。中でもユールは一度終わってまた始まる。自然のサイクルの節目となるサバと、朽ち果て種をまき、根を張り芽を出し、そして豊かに実る。魔女の美学を感じられるのもサバとならでは。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。